経済や相場の、言ってみれば季節感が身につくと。そうするともしかしたらブラックマンデーとかリーマンショックとかそういうものもですね回避ができるかもしれないとなと思います。季節を知らないでエントリーするっていうのはダメなんですよ。ダサい投資すんなよってことですよね。僕ねずっと今ハセンさんの顔見てずっと目が合ってるので珍しくのべつ幕なく投資をしたらね、ダメなんです。年2回しかエントリーしちゃダメです。ニーサの日2月13日、投資の日10月4日で今日はタイミングでもう一個アメリカの大統領選挙。来ましたよ。10月っていうのはそういう意味でとてもいいエントリーのタイミング。マネースキルセット資産運用ヒュミコ。さあ始まりましたマネースキルセット。りんたろーさんよろしくお願いします。お願いします。いやどうですかね。我々もこのマネースキルセットで株価も為替もいろいろやってますけど、ちょっと最近ざわざわしてるなと。すっごいことになってますね。そうなんですよ。例えばだから8月でしたかね、あれなんか日本版のブラックマンデーって言われるような現象が起きて、いきなり株価が落ちたりして。そうですよね。いやいや学んできてるのに全然対応できないってなっちゃって。だから僕ハセン君に LINE しようかと思って一旦落ち着こうって慌ててそうだなと思って。だってそういう買い方をしてらっしゃるじゃないですか。そうなんですよ。自業自得なんですけどね。そもそも専門家からしたら別に突発的じゃないよと分かってたよってことあるかもしれないですけど、そこまでは無理ですよね。いやこれが予想できないから分散しようねってことじゃないですか。見てよあのグラフグワンってくるからあの木浦谷あそこね。だから僕単純にさここで入れればいいのかなとかも思ったのよ。ああなるほど。こう安くなった時にはいはいはい。それも気になるよね。ちゃんと投資家もうなんかそのやめてくれません一緒にスタートしてるはずなのに日経平均でいうと日本経済もそうですし、やっぱり私大好きなそのアメリカ経済でいうと大統領選挙とか。そうだから僕はトランプさんになるんじゃないかみたいに言われてたからトランプシフトを組んだんですよ。そのポートフォリオ上の。でもなんかまた分かんないみたいになって、どうすんのこのポートフォリオみたいな。そうなんですよね。トランプじゃねえのみたいな。そうそうハリスみたいな。ハリスって誰みたいな。どっから出てきたのみたいな。そういうニュースとねやっぱり連動するとこもあると思うんで、やっぱりこれだけいろんなイベントごとが続くじゃないですか。日本もそうだしアメリカもそうだし、もう総裁選だってあるじゃないですか。そうですよ。これだから配信時はもう決まってると思うんですけど、新総裁は。そうか。これだからすごい動くんじゃないですか。だからこれが配信される前に仕込もうよ。また確かにね。これもう僕らの特権ですから。そうですよ。こういう現象というかね、こうイベントがたくさんある中で、じゃあどうやってサバイブしていけばいいのか。確かにサバイブしていきたい。このサバイブ術をですね、プロの方に今日は学んでいこうと思っております。では今回のゲストをお呼びいたしましょう。大和証券エクイティ調査部チーフテクニカルアナリストの木内英二さんです。どうぞ。木内さん、お久しぶりです。ご無沙汰してます。ご無沙汰しています。1年ぶり。そうですね。私機関投資家のお客様とお話しするのが本職なんですけど、機関投資家の方も見たよって本当ですか？言ってらっしゃるし。機関投資家この番組見て大丈夫ですかね。1年前にも申し上げたんですけど、りんたろーさんセンスがいいと。で今の会話聞いてても、だから分散が大事なんだよとかね、だからこう下がった時ってこれチャンスなんじゃないのとかですね、センスがいい。いやこれね機関投資家の方もねおっしゃってた。本当ですか。りんたろーさん多分ね金持ってるよと言ってました。そこがバレたんだ。そこバレてる。お金持ってる人のはセンスがいいんですよ。その運用に対して。そうか。余裕もあったりとかいろいろするからね。そろそろ破線がすねます。そうですよ。ちなみに僕はハセンさんはね可愛いっていう。可愛い。可いいギャルですね。かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。ミスっててかわいいってことですよね。結局それって。僕はもうこの1年間家庭でですね、テレビつけたらお二人のどちらか出てきたらですね、もうずっと応援してますよ。基本的にはここで得た知識をね、ひけらかすっていうのが僕らのやり方ですからね。でも本当に個人的にはですね、応援してもらうよりも儲かる銘柄を教えてほしい。やめろやめろ、なんてこと言うんだよ。リターンが欲しい。応援よりリターン。応援よりリターン。シビアなこと言うなよ。でもマネースキルセットあったじゃないですか。前回配信したこれすごい反響で、今ね反響っておっしゃってましたけど、合わせると前後編およそ160万再生。うわ、ヒットコンテンツですね。そうで、特に後編が120万再生超えてまして、株の買い時年に2回来るっていう、これキャッチーだし、僕らも全然まだその新ニーサの知識がない中で教えていただいたということで、ほぼ泰造さんのことですね。いや、そういうとちょっと違うんですよ。それは泰造さんに失礼なんですけど。いうことでプロフィールを改めてご紹介させていただきますと、もう大和証券入社以来一貫してこの株のテクニカル分析に従事されているということで、アナリストランキングでも20回もですね、テクニカル部門1位に輝いていらっしゃいます。日本ナンバーワンのテクニカルアナリストと呼べる方です。で、最も予測を当てた人の証であるクイック月次調査アワードというものがありまして、2021年と2023年制度設立後初の2度受賞されている。これはですね、今日のゴールにも関係するんで、これ申し上げるとですね、まだこれ第6回なんですよ。年間の日経平均の予想っていうのを調査されたりとかするんですね。どう思いますか。で、これは僕みたいな証券会社の人間で予測してる人間も、ファンドマネージャーの方もですね、その調査対象になってて、何百人かがそれをお答えになってるんですけど、6回しかまだ始まってないのに、そのうち2回私ってすごくないじゃないですか。すごい、すごい。別にそれでマウント取りたくて来たんじゃなくて、今日これにゴールに関わるんでですね、どうやったらそういうことができるんだというお話をしていこうと思っています。びっくりしました。本当ただの自慢かと思いました。すごい。でも投資界のメッシってことですね。そうですね。間違いないですね。バロンドール総なめみたいな感じになっちゃってますけどね。1、2回はすごいですね。でもそれがある意味、私たちみたいなまだまだこう未熟なものでもこういう知識を得て、多少はこう予測することができたりとか、スキルアップすることができるっていうことですよね。そうなんです。じゃあ早速これこちらのお話しちゃいましょうかね。ありがとうございます。今日はですね、相場感を身につけようっていうですねタイトルなんです。タイミングの話、いつ入ったらいいのかっていう話とか、サイクルっていう話とか、トレンド、これも大きくはサイクルなんですけどね、こういう話をしていきます。で、こういうのを身につけると、ちょっと難しい言葉で言うと、景気循環が分かってくるっていう、こういうことになるんですね。景気循環。で、景気循環が分かるっていうのはちょっと分かりにくい言葉になっちゃいますから、どっちかっていうとですね、経済や景気、相場のですね、季節が分かると、こういうふうにですね季節が分かるようになるっていう話なんですね。で、さっき言ったクイックのアワードっていう、そのプロで一番当たった人っていうのが、僕これ景気循環学会っていう学会の役員みたいなこともやってるんですけど、実はね、ここに入ってる人たちって結構これの債券版とか為替版とか取ってるんです。実はこの景気循環っていうものが身につくのがこの話で、そうすると経済や相場の言ってみれば季節感が身につくと。季節感ですね。季節感が身につくと。そうか。でね、例えて言えばこんな話ですよ。例えばもう秋になりましたと、今さら海水パンツなんてもう買わないじゃないですか。そうですよ。なるほど、なるほど。ところが来年また夏が来るから、来年夏があるからいいやと思って買ったりとかするじゃないですか。で、もう売れ残りの海パン買うことになるわけですよ。で、あ、僕は赤がいいな、赤だってなって、ところがその赤いパンツは10年経っても15年経っても20年経っても流行らなくて、やっと一重一回転してまた流行りが来たねみたいな、ヴィンテージみたいな、クラシックスタイルで流行るみたいな。ということで季節を知らないでエントリーするっていうのはダメなんですよ。ダサい投資すんなよってことですよね。まあそうかもわからない。まあ、まあそうですね、僕ねずっと今ハセンさんの顔見てずっとそうですよね。いやそうなんかねずーっと目が合ってるので珍しくなんで俺ロックオンされてんのかなと思ったんですけど、トラウマなんですよ俺。木之内さんにダメ絶対って言われた。薬物扱いされて、薬物扱いされてるんですよ前回のマネースキルセットで。いやいやいやでもこれこういう話だと、まあ、そうかなっていう感じですけども、例えば皆さんスマートフォンとかねガジェット好きでしょ。でこのスマートフォン買おうかな iPhone 買おうかなとかなんかいろいろしてて、例えば次のモデルから、すごい、5G になるのにその前に買っちゃうってちょっともったいない感じがするでしょ。あるいは自動車なんかを買う場合、何も知らないでなんか割引で安くなってるからじゃあこれいいかなと思ったらで飛びついたらすぐモデルチェンジだったとかね、そういうのをやっぱり避けたいですよね。でいつモデルチェンジですか、あ今度新しくなったんだよって言うんだったらしばらく長く乗れるかなとか、あるいは下取りもいいかなとか、当然そういう循環だとか季節感みたいなものっていうのは大事なんです。でこれを今日は身につけてもらってで、そうするともしかしたらブラックマンデーとか、あるいはリーマンショックとかそういうものもですね回避ができるかもしれないと、そういうようなところまで話はしていければなと思います。ありがとうございます。あれ、ありがとうございますって本当におっしゃってる？いや、でもちょっと逆に反論させていただきますと。あ、来たよ。言って言って。木之内さん。はい。1年経ってるんですよ。この1年でどれだけ私たちが成長したかっていうのは今日はちゃんとお示ししたいなと思ってます。わかりました。じゃあちょっと試験しましょう。試験。タイミング年2回。年2回しかエントリーしちゃダメです。はい。おっしゃってましたね。じゃあいつといつでしたか？一つは投資の日、10月4日、10月4日。もう一個がニーサの日だ。今すごい。入ってる。入ってる。1年やってるんですよ僕も。これ1年の成果じゃないでしょ。ニーサから学んだ。いや素晴らしい。ちゃんと入ってます。それはねそうなんです。大体ですね日経平均ってこんな形になるのが1年間で、2月が大体まあ休みになってまあこの辺5月とかあるいは7月がこうまあ売り場になって10月ぐらいが次のまあ買い場になると、まあこういう傾向があります。で前回はねこの話のバックグラウンドに何があるのかっていう話までしなかったと思うんでちょっとこれねお話しておきましょう。2月っていうのはアメリカで税金の還付が始まるっていう話、あれしたかなしなかったかな、年末調整ってありますでしょ。でこれちょっとずつ高めに税金源泉徴収されて、まあ結局余ったからこれは税務署に納めないであなた方に返しますよと、まあこういう仕組みですよね。ところがねアメリカにはこれがないんです。アメリカって転職が一般的なんで次の会社でいくらサラリーもらうかってわからないでしょ。とちょっと高めに取っとく。で会社は高めに取っとかないと取りパクれちゃうから、でこの個人そのものも例えば自動車で通勤しているなんていう場合ガソリン代だとか車のローンとかもこういうのも控除の対象だったりとかするんで、全員総合課税で確定申告するんですよ。でたくさん取られてるし、いろんな控除もあるもんだからこの返すお金っていうのがいつもね毎年40兆円ぐらいになる日本円で。それが始まるのが2月の半ばからなんです。でこれが5月ぐらいまでかけて40兆円ぐらいアメリカの個人投資家にお金が返ってくるもんだから。もうここずっと世界的に株高になりやすい。まあこういうね、アメリカの影響なんですね。でもう一個10月っていうのは投資信託っていうミューチュアルファンドっていうのがあるんですけども、アメリカで簡単な話10月末がミューチュアルファンドの税制上の締めでここまでにその年損した株は売らないといけないミューチュアルファンドは。で損益通算っていうのを10月末までにやるんですね。なのでこの辺りっていうのがここで良かった分反動で悪い。でもその悪いっていうのは10月で大体終わってくると。なのでNISAの日2月13日投資の日10月4日この辺りっていうのが割とですねエントリーのタイミングにはなりやすいということでのべつ幕なく投資をしたらねダメなんです。NISAっていうのは2つあります。積立投資はもう淡々とやっていくと。で一方で成長投資枠。年にいくらかちょっとやろうかなっていうのは、まあ、投資のことばっかり考えてられないから、NISAの日とか投資の日とかっていうのがちょっとまあ聞こえてきたら考えようかなっていうことで、年2回っていうことでした。先生僕はあんまりその短いスパンでやったことないんですけど、じゃあNISAの日ぐらいで入れたら、これ5月7月ぐらいで話すんですか？それも一つの考え方。ただね、これは長く見た場合、どこで入ってくるかっていうのがそんなに違わないように思われるかもしれないんですけど、結構違うんですよ。これね、成長投資枠っていうのは、年に何回でも、枠内だったらこうできるんですけど、それずっとやっていくことになるでしょ。で、途中でこれが何年もしてから外すってことになるじゃないですか。でもここで入った場合とここで入った場合はパフォーマンスが違う。なるほど。でもう一個ね、ここで入ったやつっていうのは途中で例えばこういうところでやれやれで外すなんてことになりがちなんですよ。あ、これ失敗した、もう下がっちゃったから戻ってきたら売ろうなんていうと、結局将来のところの上昇を取りっぱぐれちゃう、こういうことがあるんですよね。で、ということで安い時に買うのが精神的に全然いいんですよ。なので、お金持ってればいつでもいいかもわからないけれども、できたらこういうタイミングは少し分散したらいい。これが前回のお話でしたね。で、今日はタイミングでもう一個、アメリカの大統領選挙来ましたよ。これで、今はいい買い場になってくるかななんていうふうには思うんですよね。アメリカの大統領っていうのは、もうまるっきりその日本と違ってすごい権限があるんです。直接投票で選ばれているでしょ。日本の総理大臣みたいなのは議員さんに選ばれてってこういうふうになっていくから、権力が分散されてるところがある。もうアメリカの大統領っていうのは割とすごい強い権限を持ってます。で、かつアメリカっていうのは人種のるつぼだったり、貧富の差が激しかったり、いろいろするもんなんで、候補者っていうのは全く違う意見を持ってる2人なんですよね。と、そうするとこの大統領選挙の前っていうのは、何買ったらいいか分かんないんですよ。だからさっきね、トランプシフト引いちゃったんですと。で、今困ったなとなりますよね。なります。で、これは大統領選挙が終わるぐらいまで、あるいは直前ぐらいになれば大体分かってくるかもしれないんですけど、入りにくいわけですよ。そうするとなかなか上がらないと、こんなことになっちゃうんですよね。で、逆にどっちになっても大統領が決まれば、あ、これ買えばいいのねと。トランプシフトでもいいのね、あるいはカマラ・ハリスシフトでいいのね、これが決まればお金って結構入りやすいでしょ。ということで大統領選挙の年、特に現職が再選を目指さなくてどっちなのかっていう本命がいない時っていうのは、9月くらいから10月末ぐらいまで割とニューヨークダウってのは下がっちゃう。ところが10月末あたりを底根にシュッとこうまた上がり始めるっていう傾向があるんで。ある意味4年に一度じゃないけれども、いいタイミングっていうのは実は大統領選挙の前なんですね。だけれどもどっちってなかなか決められないんですよ。そうですよね。なので、インデックスだったらどっちにしても上がるかもしれないけれども、そのシフトを組めるのはちょっと大統領がはっきりしてからってことになりますね。これでもエントリーチャンスっていう点で考えると、年2回だろうが大統領選だろうが、これ10月っていうのは一つポイントになりますね。そう、10月っていうのはそういう意味でとてもいいエントリーのタイミング。さっき申し上げたアメリカのミューチュアルファンド投資信託も、これ10月の大統領選挙の前に1回身切れにしちゃうんですよ。どっちにあってもいいように。で、どっちにしても上がるセクターってのもあるんですよ。これ今日またお話ししますけどね。それそれ。それです。アップル、テスラ以外に教えてください。そういうのね、センスが悪い。今日はね、こっち。この話が身につけばね、6回のうち2回当てるぐらい、プロの中でも当てるぐらいの景気の見方、相場の見方。相場感が身につくんだから、どっちの方が価値あるの？いや、銘柄ね、今ね、紙に書いてことをお渡ししてもいいかもわかんないですよ。そんなものよりも一生ものこっちが。だってハセンの成長につながらないのよ。そうですね。単にセンスを養わないと。失礼しました。先生すみません。ね、そう思いますよね。なんか俺めっちゃ褒められるね。優等生なんでやっぱり。まず一つ目、これタイミングのお話っていう話をしました。次はね、こっちのサイクルのお話に移っちゃっていいですかね。まずね、3年のサイクルってのがあるんです。タイミング分かってサイクル分かるとかなり角度高まりそうですよね。そうなの。確かにね、3年のサイクルが分かると来年は上がるか横ばいか下かが分かるんです。そしたら他の人はいろいろこうかなかなってじゃあ3倍当たるようになるわけですよ。でさらにタイミングとか細かいことをやっていくとそれはもうプロ用だからそこは難しい話なんだけども、その効果ぐらい分かってれば相当良くないですか。確かに大体はね当たってくるってことになりますね。そういうことなんですね。で日経平均にも、3年のサイクルがあるんです。これグラフ見てもらいますと日経平均って上がったり下がったり上がったり下がったりしてますけど、大まかに3年ぐらいのサイクルがあることがお分かりいただけると思います。でね、これのに絡まって書いてある茶色いグラフが、テックの分野の在庫関係の統計なんです。在庫例えばじゃああれですか、スマートフォンとかの在庫とかそういうことですか。スマートフォンなんかの部品ですね。部品、電子部品なんかのこの3年のサイクル、茶色の方の3年のサイクルと日経平均の3年のサイクルってのは大体似た動きなんですよ。でね、景気っていうのは非製造業っていうのは自分では作らないんですよ。ある年ね、たくさんご飯食べて翌年食べないなんて発生しないでしょ。なるほど。であと製造業の中でも自動車っていうのも自分では景気なかなか作らないんですよ。自動車屋さんに行って、車欲しいんですけど、新車欲しいんですけどって言ってバックヤードにあれ2年2ヶ月3ヶ月置いてあるけどあれ納車するけどいいって言われたら嫌でしょ。ってことで、事実上セミオーダーなんですよ。ところがね、電気っていうのは在庫持ってなきゃしょうがない。電気屋さんに行って「このエアコン買いたいです」って言った時に「在庫ないです」って言われたら「いやいやじゃあ他行くよ」ってなっちゃうでしょ。これ B2B だともっと激しくって、ある日突然「この品番の部品何万個出ますか？いつ出ます？」っていうメールが届きますと「はいはいすぐ出ます」って言ったところが売り上げになる。このメールってあちこちに行ってて1ヶ月後になったら作って出せますって言ったら置いてかれちゃうじゃない。ということでこのエレキの分野っていうのは在庫を持たなきゃいけない仕事なんです。これね、で在庫持つって難しくって、適正な在庫水準っていうのはあるんだけれども、いつの間にか他の人がもう在庫がはけて自分はちょっと高い値段で売ってるから。メールが来るけど自分引き合いに制約に至らないけど、周りが売り切ったら自分が今度は売れる番だと思ってたりとかするじゃない。ところがはたと見たら周りも在庫だらけなんていうことも発生するわけ。周りが分からないからね、競合他社については。そうするとまずいと、業界の寄り合いで集まったらあっちもこっちもそっちもあっちもみんな在庫抱えてたってなったら、これは売れんわと、じゃあもう減産だみたいな話になって工場を止めちゃうなんてことが起きるんです。そうすると在庫が増えたり減ったりと同時にもっと大きな動きで工場が動いたり止まったりとかっていう、こういう景気の波を作るんですね。ということで、どこの国でも工業の関連があれば大体テックの分野が景気の波っていうのは作るんです。へー、そうなんだ。でじゃあね、このテックの波っていうのは、この茶色のグラフがピークアウトをすると、在庫の改善が終わってくるってことなんですね。そうすると赤い矢印ついてるでしょ。これ日経平均がちゃんとピークになってるでしょ。だから木下さんごめんなさい、ちょっと確認なんですけど、このオレンジの線っていうのが在庫関係の在庫出荷バランスっていうんですけど、上に来ますと在庫が減ってくるってこと。上に行くと減ってくるんだ。在庫なくなるよと。在庫が減ってきたら今度生産がね結構活動になっていいですよね。だけどね、いつまでもは戻んなくって、一番左側のピークっていうのはこれリーマンショックなんで前年比でやると変な数字になっちゃうんですけども、他は水平のね破線がついてますように、大体あのぐらいよりは上に戻んないんですよ。そうすると今もう実はピークなんですよ、この茶色いオレンジの線がね。と過去の茶色い線のピークっていうのは赤い矢印がついてるように、実は日経平均がピークになっちゃうってこともあるんです。ということで景気循環からしてみると1回いいところは終わってるんですね。なのでこういう場面で利上げとかっていうのはすごくまずいんです。これはまた後ほどお話しますけどね。で一方で今回はね、真ん中のピンク色の矢印2つついてます。ここもねオレンジの線がピークアウトしたでしょ。で日経平均ももたもたし始めてるじゃないですか。で、あ、まあじゃあ今回もこんな感じだねっていうことなんですけども、今度はこの茶色い線が下がりながら日経平均が上がるっていうことをやってんですね。これがね、意図した在庫の積み上げっていう局面なんです。企業が意図的に在庫を増やす場面ってのは実はある。これちょっと不思議でしょ、さっきの話だという、はい、これは何でかっていうと、どうせこれ売れるよっていう思える瞬間が実はある。なるほど。もうあれだ、勝負の品というか、もうヒット商品だから、ヒット商品がね、はい、ある、あるいはもうヒット商品が出る、たくさん作るから用意しといてねって言われてる。なるほど。それがね、次、まあ今回で言うと、新しい iPhone。おー、なんか言ってたね。まさにこれね、見てもらうと一番下の棒グラフが、はい、iPhone の年間の出荷台数なんですけども、はい、2012年にこうギュッと売れてるでしょ、はい、次15年がピークで、はい、次18年はこれ売れてんだかなんだか分かんないんだけども、その後ギュッと下がったから多分これは買い替えで売れてたんですけども、うん、次21年も結構売れてるでしょ、うん、このように3年に一度ねよく売れる。これは、買い替えだ。2021年、3年後、今年だ。そう16だ、 iPhone16 発表された。これはね、 AI だとかなんとか言うでしょ、いやそういうんじゃなくて、単にそろそろ電池の持ちが悪くなってきてるの。デバイス自体の。そう、あ、そんな感じなんですか。そう、ね、大人はスマートフォンってまあ充電しながら使うじゃないですか。楽屋で充電するとか、オフィスで机で充電するとか、車乗ってたって充電。ところはね、学生さんちょっと想像してみてください。朝行ってきますって言ってからただいまって帰るまで充電する場所ってないですよ。学校ってなかなかできないんですよね。一方でハードに使ってますよ、友達とつながるためにね。それが夕方までつながってなきゃいけないんですよ。3年もしたらどうです、ちょっとね電池の持ちが悪くなってくるでしょ。ということで3年に1度ぐらいこれ買い替えるっていうのは統計上も分かってて、日本でもヨーロッパでもアジアなんかでも3年ぐらい、40ヶ月ぐらいで買い替えるっていうのは普通だそうなんですよ。で、今回で言うと2021年に、ここで、たくさん売れたので、おそらくですね、2024年 iPhone16 っていうのはよく売れると思います。で、加えてiPhone SE っていう廉価版があるじゃないですか、あれ2年とか3年おきに出てるわけですけども、これももうしばらく出てないから出ると思うんですよね、そんなことを考えると作んなきゃってなりますでしょ、で実際問題はいついつこのぐらい作るけど大丈夫ってもう打診があるはずなんです。で、工場のキャパシティに比べて稼働率が低ければ、あ、大丈夫ですよ、その頃作りますよっていう、こういうことになってるんですけども、これが結構稼働率が高いと、いやいやその時そんなこと言われるのもう、作れませんよっていうと、前倒しで作るしかない、後から作ったって間に合わないから、ということで早めに作り始めてるっていう企業さんも実は決算発表で出てきてて、ハイエンドスマホっていう、これ隠語なんですけどね、iPhone 用にって言ったらね、アップルから注文が来たって言ったら怒られちゃうから、ハイエンドスマホ用の前倒しの発注が来てますなんていうのは決算発表であったりとかするんですけどね。なるほど。これがさっきの意図した在庫の積み上げ、事前に作っとこうと、景気はいいわけですよ、と株価が上がるっていう場面が期待ができるってことなんですね。で、これだけじゃなくて、実はパソコンっていうのも7年に一度買い替えが出るんです。で、このサイクルがですね、もう今ボトムアウトしてきました。これもですね、デルとかヒューレット・パッカードさんなんかが、もうパソコンビジネス戻ってきましたなんていうことを言ってきましたよね。で、来年2025年の10月には Windows 10、これがねサポート切れになっちゃう、あるいは Office 2016とか19なんかもですね、一部サポートが切れちゃうんですよ。そうすると買い替えなきゃなっていう話になるでしょ。ということで、まだですねそういうテックのところについては売れる商品がどうもあると、そしたらどうです、さっきの話、もう今年に関しては、たくさん部品作っとかないと。確かに、部品ありますかってメールが来た時に「はいはいありますよ」っていうふうにすぐ答えるようになんなきゃっていうことで、在庫の積み上げっていう局面になるんですね。で、次のリスト見せちゃおうかな。これがね、アップルの、ホームページに自分が取引しているアップルサプライヤーリストっていうのがあって、その中の日本株をですね、持ってきてあります。こういう銘柄群が、スマートフォンでもいいし、であと Windows パソコンでも MacBook でも、銘柄は一緒ですからね、部品は。はい、こういうところが、魅力的になるってことだと思います。これもうすぐスクショしてください皆さんこれをでね、はい、いやこういうのはよく聞いてもらうと分かって、はい、あ、じゃあ iPhone と Windows は銘柄は、部品は銘柄は一緒だけれども、はい、iPhone についてはちょっと早めに終わるのねと。パソコンはちょっと遅めまで続くのねっていうことになるでしょ。なので見てください、これ高値2012年15年18年21年、こういうサイクルだから、多分ねアップルは今年のクリスマスとかその頃に一回いいところが一回終わっちゃうかもしれないですね。そういう3年のサイクルもあるぞっていうことですね。10月にまでに入れてもう高い。1年前にここをお伺いした時には、はい、しこって困ってるっていう顔してたそうなんですよ、ね、ずっとあそこはも、はい、持ち合いのところなの、はいね、でもそれ最近抜けてきてよっしゃと思ってましたでしょ。実はそれの後ろにこういう話がついてるっていうことなんですね。なるほど。で、この茶色のオレンジのグラフと日経平均の関係っていうのは、はい、さっき言ったように左右の赤い矢印の時は茶色がピークで日経平均がピークアウトするんですね、はい。今度は、真ん中のある印がついているところは、うん、茶色のボトムで日経平均がピークアウトするの、うん、これは茶色グラフが下行くっていうのは在庫積み上げてるのね、はいはい、でもう積み上げるのやめようと、うん、その時はどういうことかって言ったら、うん、そろそろもうパソコンの買い替えとか終わってくるぞと、あとはもう在庫はけるだけにしようと、こんな風になってきて、茶色のボトムと日経平均のピークっていう関係になるんですね、はい、だからね、赤の矢印のところと青の丸印のところは、はい、この茶色い統計と日経平均の関係が真逆になってるっていうことなんですよね。こういうことを考えると、はい、今ぐずぐずマーケットがしちゃってるのはしょうがない、はい、ピンクの矢印のところでもぐずぐずしちゃってるでしょ、はい、左側なんかもね、ずいぶんひげがギョーンと伸びたりなんかするような場面、はいはい、それはしょうがない部分っていうのはあるんだけれども、うん、2025年の夏ぐらいまではいいんじゃないかなと、うん、逆に2025年の秋、はいぐらいになったらもう売れないでしょ、何もかも。ああ、そういうことか、そうか、もうだからみんな買い替え終わってるよってことですよね。そんなことは業界分かってるから、もう作るのをやめて、あとは在庫はけるだけで、在庫がなくなったらもうやめちゃうよって言って、さっきの茶色いグラフがボトムアウトしてきて、日経平均がピークアウトしてくるのが多分2025年の夏ぐらいになるんじゃないかな。だからもうそこまで先取りして分かるってことですね。この予測ができるってことなんです。これがその3年のサイクルっていう話で、今のをまとめると、普通は在庫の改善っていうところで日経平均はピークを迎えます。はい、株もこうなることはよくあります。だけれども今回に限ってみれば、まだ特別な需要が出るので、この在庫をまだ積み上げていこうっていうところまで株高になりますと、はあ、だけれどもそれっていうのが2025年の年の半ばぐらい、夏ぐらいでは終わってくるんじゃないかなっていうことです。単に3年のサイクルですっていうと、実はそれはね、前回のビデオでやったんですけども、はい、もっと細かい話するとこういうことなんだっていうことですね。そうですよね。だってこんなこと何も考えずアップル株買ってましたもん当たり前ですけどその時は私だから教わったんですよ、難品買いの話もここで教わって、僕は180ぐらいで買って150まで落ちたんで、買い増しして、その難品買いでこのなんですかね、平均単価を平均しとく単価、それでグッて上がった時に得するじゃんって思ってたんですけど、耐えきれなくてアップル株全部売っちゃったんですよ。あ、そうなの？じゃあこっからいいところがあるんですよってお話、今日持ってきてハセンさんの気持ちよくなってもらおうと思ったけど、すごい悲しい話だ今の俺またこんなことあるの？1年ぶりの逆あら、逆言ってるね。だからそうだったんですよ実は。はい、これね、はい、これさっきりんたろーさん質問があったけど、ここで大体もう嫌になっちゃうから外すんだよって、はいっていうのはまさにいい例。これハッセン君の罰ついてるもん。罰だあれ。俺の罰だ。ですね。人はね、そうなんですよ。投資は楽しくやらなきゃダメで、こう下がるところで苦しい思いしてストレス溜まってると、もうそのストレスはねここで発散しちゃうんですよ。なので。だから安いところで買うことがすごく大事なんですね。1回目にだから高値掴みしちゃって下がっちゃうと、もうそのメンタル的にやられちゃって退場しちゃうよっていうことがあるってことですね。うっかりするとすごいいい株だと思ってたのに嫌いな株になっちゃったりとかする。確かに、だってアップルもう220ドルぐらいいっちゃってるから聞いてないよって感じですもんそれで言ったら倍あんなにしっかり倍木内さん、じゃあ、ごめんなさい、もう同じ過ちを犯したくないんで、その3年サイクルで考えると、はい、どこから私はじゃあこれから頑張ればいいんですか。要はグイグイっときたな、はい、3年っていうのはどこから3年考えればいいんですか、ね、このサイクルは来年の2025年の半ばに1回テックの景気のいいところが終わります。終わります。だからそこまでのところっていうのは、スマートフォン関連の株だとか、はい、あるいは、パソコン関連の株にいい時期が続きます。で、これだけじゃなくて、これが良くなると日本の景気も世界の景気も良くなる。ということで、まあ、株日経平均全体も上がりやすいですということで、まあ、どっちかっていうと何買ってもいいような時期があるんだけども、逆に来年の夏はこれもう撤退、一旦撤退、次いい場面に来るのは2026年ぐらい。あ、26なんですか。2026年ぐらいが次のいいエントリーのタイミングで。